神戸市中央区にある網や、吉兵衛の検証紐や吉兵衛から1869年9月5日は、日本の五福省。資材を投じて、神戸村、安永日田浜の入り江に、船立場を建設したことで知られ、神戸高畜港の先駆者とされる。1785年、摂津国八部郡神戸二つ茶屋村城下町に生まれる。聖火は、五福省であった。 11歳の時に、兵庫三県山町の荒物商文語屋二方向に出た。方向中に吉兵衛は、兵庫津の近辺に、船田出場の建設を夢見るようになった。20歳の時に方向を終えて、家業を継いだ吉兵衛は、船田出場を建設する資金を得るために商売に精を出し、高架三連に隠居。船田出場建設に向けて、行動を開始した。 吉兵衛は方向中に建設を夢見て、以来、数十年にわたり兵庫津近辺で潮の満ち引き、海底の深さ、風が吹く方向を調べていた。吉兵衛の家族は資材を投じての建設計画に反対したが吉兵衛は一切帰り見ず、火影7年9月に大阪谷町大干署の許可を得、神戸村、安永日田浜の入り江で工事に着手した。百五十五年九月に、 船田出場は完成したが、工事には巨額の資金を要した上に、海運不況に見舞われ、資金繰りに苦しんだ吉兵衛は、大御国の商人から、五福代金の未払いを理由に、江戸表の自社奉行に訴えられる事態に見舞われた。神戸村が仲介に入り、吉兵衛の借金を村が肩代わりする代わりに、船田出場を村が引き取り、吉兵衛が十年以内に、借金の元利金を返済した際には、 船田出場を返還することになった。吉兵衛は船田出場の管理人として雇用された。海軍総連署は都八1863年、吉兵衛は小野浜において将軍、徳川家持に一見した。家持は吉兵衛に対し小野浜近辺を日米修好通商条約に基づく開港状とすることの是非について問い、吉兵衛はこの上ない敵地であると回答した。 越権を仲介した、かつ回収は吉兵衛が、船立場を失った経緯に同情し、所有権を取り戻すことができるよう便宜を図ると約束したが、実現しなかった。1867年、兵庫公開港に伴い、船立場は、江戸幕府に接収され東運城所の船入場として利用されることになった。それに伴い10年以内に借金を返還すれば、 船田出場を返還するという神戸村との約束は消滅した。1869年9月5日、吉兵衛は死去した。晩年は資材を投じて作った船田出場が接収されたことを嘆き、死の間際も船田出場のことを口にしていたという。1968年、かつて船田出場があった場所の南に吉兵衛の検証費が混流された。ありがとうございます。